ト新星キリト選手、見事ウォーレス選手を打ち破りました。素晴らしい名試合だったぞ。キャー、キリト様最高。あ、司会続けてたのか。ていうか観客席に人が戻っているし。あ、いや、それよりマスオはどうなった。槍は折れたな。ウォーレク選手も人間に戻ったか。槍が消えていく。天命が尽きたのか。いや、歯の部分だけが残っている。それでは勝利者にお話を伺いましょう。キリト選手、猛攻の王者相手にひるまない勇敢な立ち回りでしたね。いや、終始おっかなびっくりで。終盤かなり押されていましたが、その時何を考えましたか。大事な人を守らなきゃって、そればっかりを。美しい心がけですね。では、その大事な人に向かって一言どうぞ。勇者、見たか、勝ったぞ。僕？うん、見てたよ、キリト。リズさん、顔が劇画みたいになっていますよ。気持ちはわかりますが、ここでその表情は。あ、私はいいとしても。二人が仲良くて嬉しいな。キリト君、お疲れ様。いつもと同じ口調なのに、なんか複雑ね。ねえ、可能性としてありなのかしら。何が？キリトとユージを、このまま仲良くなり続けたら、行き着く果ては友情という一線を越え。ない、ないよ。だってキリト君は、キリト君は、キリト君は最近ユージオさんと仲が良すぎる。でしょ。考えすぎですよ皆さん。キリトさんは確かに無自覚に女の子の特別になっちゃいますけど、無自覚、無自覚といえばユージオさんが言っていました。砂漠で二人きり、美しい星明かりの下で、胸が熱くなるようなことを言われたそうです。女の子だったら惚れちゃってもおかしくなかったなんて冗談めかして語っていましたけど、ユージオさんの目は恋する女の子そのものでした。あるわね、可能性。さあみんな、キリトを迎えに。あの、僕に攻撃力の高い視線が集中しているような気が。いえ、なんでもないのよ、ユージオ。今はね。みんな、どうして迎えに来てくれなかったの？あんたね。よしなさい、リズ。どういうこと？ユージオ、なんでつねん。ごめんアスナ、でも僕はその、違うよ、違うからね。僕にはアリスが。何のこと？ちょっとみんなどうしたの？いやー、さすがアスナね。でもでも油断はできませんね。すいません、閉会式典を始めるので移動お願いします。はい。あの空気、一体何だったんだ。